おはようございます。9月17日土曜日の朝です。台風が近づいているという噂がありますが、今朝はまだ嵐の前の静けさでしょうか。穏やかな朝です。では今日もゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。そしてゆっくりと呼吸をしてください。呼吸によって体はどう動いているでしょうか。頭を左右に傾けてください。動きをやめて左を下にして横になってください。両膝はお腹の方に曲げて重ねてください。そして右手は手のひらを床側に向けて、指先をご自分の方に向けて肘を立ててください。この体勢を無理ない位置に置き直して、ご自分にとって楽な体勢をとってください。ゆっくり優しく肘が床に近づいたり戻ったり、最初は小さく動きを始めてください。肘を床に近づけるっていうのは、どの方向に行けば楽なんでしょうか。自動的に動く方向があると思うんですけれども、それだけではなくて、この前面に広がっている床のいろんな方向を試してみてください。少し頭よりの方向もありますし、足寄りの方向もありますね。こうやっていろいろな方向を試すことによって、体全体にもいろんな動きが出てきませんか。肩はどの方向に動いているでしょう。胸やお腹にも何か動きがありますか。頭はどうでしょう。頭も転がっていくでしょうか。では一旦手を体の上に置いて休んでください。呼吸をゆっくり2、3回して、体の力が抜けたなと思ったら、また同じような体勢をとってください。そして、肘を床に近づけたり戻ったり。
最初に比べて、この動きで体の他の部分、動きが変わったでしょうか。どうですか。では動きをやめて仰向けになってください。右側と左側を比べてください。床に優しくついているのはどちらの側でしょうか。では右を下にして横になってください。同じような体勢をとってください。優しく優しく左の肘を前方の床に近づけたり戻ったり、ほんの小さな動きから始めてください。なんとかこの動きを大きくしたいと頑張らないようにしてください。ぐいぐい動かないでください。優しく優しく、そーっとそーっと、小さい動きなんですけれども、いろんな方向を試してください。少し頭よりの床に向かったり、腰の方向に向かったり、考えてみたら本当にずっとここには可能性が広がっているので、いろいろ試してください。でも楽な範囲で頑張らず、力まず、優しく優しく、動いてください。何度かこの動きを続けていると、体の他の部分、胸やお腹、骨盤、足先、頭の動きにも気持ちが向いていくでしょうか。呼吸は楽に、では左手を体の上に置いて休んでください。呼吸を楽にして、ゆったりとした気持ちになったら、また同じ体勢をとって最初の動きですね。肘が床に近づいたり戻ったり、最初に比べてこの動きが楽に体全体で動けるようになったでしょうか。では動きをやめて仰向けになってください。床に体を預けてください。
呼吸に気持ちを向けてください。今日最初に呼吸に気持ちを向けた時と今の感じを比べてください。ゆったりと体全体で呼吸していますか？頭を左右に傾けてください。では起き上がってください。はい、肩周り、胸周り、お腹周り少しふわっと開いたでしょうか。今日もゆったりとした一日になりますように。では良い一日を。